日本語表現の仕組みを眺めてみようということで、日本語で表現された文章いくつかのタイプを見ながら、その仕組みがどうなっているのかなということをちょっと考えてみたいと思います。文章のタイプといってもいろいろあるので、仮にはっきりすっきり系の文章、そういうのからいきたいと思いますね。これはちょっとなんか難しそうで戸惑うかもしれませんけれども、大したことないですから、ちょっと読んでみましょうか。長きこと二三尺、その体たるや中通じ外直にして、重きをもって質となす。でその中は常に通ずといえども、その底は密斎を要とす。でその傍らに一穴あり、火を通ずるの道なり、継承者の比輪すべきなし。でその用たるや妙薬をその中に入れて、ソウルに古断言をもってすと書いてあるんですけども、これは情報がびっちり詰まった文章ですね。でそれがきちんとこう並べられてます。ちょっとやってみましょうか。長きこと2、3尺でしょ。1尺って約30センチだから、60センチとか90センチとか、まずそういうものがあるっていう話ですね。その体たるやその形というのは、中通じ外直にして、だからこう中になんかこうパイプみたいになんか通ってるんだよね。で外はまっすぐで、重きを持って質となす。持ってみるとずしっと重いっていうんですよ。その中は常に通ずといえども、パイプみたいに通じていますけれども、その底は密塞を要とす。ここはピタッとこう塞いどかなきゃいけないって言ってるんです。でその傍らに一穴あり、これは分かりますよね。そのそばに一つ穴が開いてる。で、火を通ずるの道なりと、なんかこうそこを火つけるらしいよ。そして、継承者の比輪すべきなし、これはこの書いた人はですね、日本にこんなもんなかったんですね。で初めて見たことも聞いたこともないものを見せられて、それを書いてるわけです。でその用たるや、それをこれを使うときにはどうするかというと、妙薬をその中に入れて、で妙薬って薬の粉みたいなもんですよね。なんかここになんか粉のようなものを中に入れて、ソウルに古断言、小さな鉛の丸い玉ですね、それを添えて使うって言ってるんです。じゃあこれなんだっていうことなんですけども、大体なんか分かってきましたかね。火縄銃ね、ということで、日本にその鉄砲が伝来したのは、これは実は鉄砲機っていう、そういう種子島にね、初めてこう鉄砲が伝わってきた、その時の様子を、実は何年か経って書いたものなんですけど、だから世の中の人がもう見たことも聞いたこともないもので、これなんだなんだって言ってる。でそれをこう冷静にきちんとね、書いてる、そういった文章です。で、ある意味ではその家具のね、組み立てマニュアルみたいな感じもありますよね。で無駄なこと何一つ書いてなくて、その通りこうやって絵に起こしていくと形が見えてくるって、そういう文章です。でこれを図示するとどうなるかというと、こんなふうに仮に図示できるんじゃないですかね。論理っていうね、みんな頭の中に一応こう論理的なものはどういうことかなっていう、それを感じる能力っていうのは持ってると思いますけども、その論理の層の上に情報がきちんと隙間なく並んでるっていう、こんなふうに考えることができるかなと思います。じゃあちょっと今度は全然違った感じの文章です。さっきはすっきりはっきり系でしたけど、今度はふんふんなるほどって、これはどういうことかというと、で頭を切り替えるって大変難しい、で服と思い込んでいたものをいきなり洗うのが正しいと言われても、はいそうですかとはいかない、で今までの人生を間違いだというのかと、でいえたかがお尻の話でもですね、つい感情的になってしまう。でもね、冷静に考えるとなるほど正しい、服より洗う方がきれい、その通りですね、服より洗う方が優しい、これもその通り、お尻ほど傷つきやすい場所はないって日本人なら痛いほど知ってるものね、だから洗いましょう、いいことだったら習慣にしてしまいましょう、だって日本人のお尻は欧米人より清潔でないなんて噂が広がったら困るものね。これはウォシュレットが出てきた時の広告なんですけど、これは僕らにとって見たことも聞いたこともないものだったんですよ。でそれをね、広告ですから売らなきゃいけない、で当時20万円ぐらいしたと思うんですね。ですからみんなに
見たことのも聞いたこともないものを説明して、でいいなと思わせて、でなおかつ20万円払って買ってもらわなきゃいけないわけです。でそのための文章ですよね。でそうするとこれ理屈だけ考えていくとね、洗うのが正しいんですよっていうことを言いたいわけですよね。なぜかと言ったら服より洗う方がきれいですねって言いたいわけです。それから、服より洗う方が優しいですねって言いたい。だから洗いましょう、まあ、これだけのことを言うわけですね。これは、お湯が出て今まで拭いていた部分を洗うことのできる新しい便器ですって言ったところで、やっぱり20万円なかなか払ってもらえないなと思ったんですよね。それでいろいろ工夫してあります。まあ、今までの人生を間違いだというのかと、ね、いきなりそんなこと言われても、じゃあ今までの僕は間違ってたのって言いたくなりますよね。そういう普通の人の日常的な感覚に訴えてますね。まあ、お尻ほど傷つきやすい場所はない、まあ、みんなそうだよなと納得できるような、そういう誰でも分かることを持ち出してますね。いいことなら習慣にする、で、まあ、清潔でないなんて噂が広がったら困るとか、でこういうようなタイプの文章っていうのを、まあ、さっきのように図示をしてみるとこういうふうに言えるんじゃないでしょうか。まあ、論理の層があって、そこのところで隙間なくピチッと論文みたいに情報を並べる方法もある。でも、今回のように情報だけ並べても人は分かってくれないな、でお金を払うっていう形では理解してくれないなと思ったら、日常経験、みんなが分かっていることをちょっと入れるんですね。でそういったところに、まあ、これまでの人生が間違えたというのかとかね、でそうするとですね、論理の層で考えてた頭が一瞬日常の誰でも分かることにポッとこう気づかされますから、あ、なるほどなと思うわけです。